僕が話す物語は旧モンドの始まり。あの暴君が治めた国で僕はある少年と知り合った。少年はライアーをつまびき自分の歌を探していた。しかし彼は風の壁のうちに生まれ青空を目にしたことがない。鳥の飛ぶ姿が見たい。少年の眼差しは強く瞳には光が宿っている。しかしその声は風の音にかき消された。なぜなら竜巻は傘下のみを受け取り他の音を残さないから。本物の空、鳥かごの外にある詩と歌、それは戦うに値する願望ではないだろうか。だから少年は僕を誘ったんだ。僕と共に暴君を倒し風の壁を壊そうと。少年は反抗の旗を掲げ、僕も自由を求める戦争に身を置いた。鳥かごを破る者たちは勝ち続け、真意は崩れ、旋風は乱れ、国々は震えた。荘園の中、僕たちは暴君の結末を見届け、怪人の中、僕たちは高い塔が崩れ落ちるのを見届けた。こうして新しいモンドが始まって、それから誰も王座に登ることはなかった。